次、次はあれですね、その疲れたな次伸ばすか疲れた次ね、あのこの話しようか。簡単骨格っていう話ですね。ね、難しいですよね。さっきの、まあ、そのデッサンね、デッサンっていうのはこういう。結局ね、まあ、あの、難しいんだけど、こんなのね。あの、難しいんですけど、結局これね、何なのかっていうとさ、あれですよ、あの、裸だけど、裸なんだけど、裸なんすけど、骨の上に服着てんですよ。服っていうか、まあ、筋肉なんだけどね、簡単に言うと。これ、ここら辺のラス、なんだろう。まあ、このぐらいのなんかこう、単純な形でもさ、単純な形でも、これあれですね、ルーミス式ですね、簡単に言うと。ルーミス式の、デッサンくんですね、デッサン人形くん。ちょっとこのしなりが入ってるのがポイントです、この足に。そう。あれじゃないですか。いや、これ骨格じゃないですよ、嘘骨格ね、簡単骨格ってやつね。簡単骨格。え、ルーミスってもう知ってますよね、優しい人物が。どうだっけ、優しい人物がっていうやつを、あれないな最近、あれ違う、これないの優しい人物が、あった、いや、これ久々に久々に開くね、これね。これもマールシャーならいいんじゃないですか。マールシャー、マールシャーのにいた知り合いにマールシャーの本出してもいいんですかって言ったら、あ、いいですよ、でもその時は一言言ってくださいねっていうサークルの後輩がもうそこなんかもうやめちゃったから大丈夫かなまあいいや、まあ大丈夫でしょこれもいいんじゃないですかね。いろいろ難しい、ほら、骨とかいっぱいあるんだけど、あの、あ、俺ね、あれ買いましたよ。あの、骨、骨骨ロック。骨、骨の模型買ったわ。あの、45センチと、あと頭部の、あの、何センチぐらいかな ?20 センチぐらいのやつ。あの、今月の課題がデッサンだから、ちょっと、ずっと欲しいと思ってたんだけど。お、いろいろ陰影とかあるでしょ、これ。これいいっすよ、とりあえず。ジャックハムもすごいいいんだけど、まあこれとジャックハムあれはいいんじゃないかな、とりあえず最初は。あとだんだんもっと欲しいなと思ったらいろいろ買ってきゃいいんじゃないですかね、自分で。まあ、一回自分で見てみるってね。あ、いい本だな、これ。これは勉強になるな。久々に、ほんと何年ぶりだろう、俺。何年ぶりだろう。あ、なんか止まってる。止まってる。まあ自分で見てどっちがいいか決めて、買えばいいんです。ああ、これ今見るとまたすごいうまいな。いや、学生時代は僕最初こっち買ったんですよ。ねえ、とりあえずこれは書きましたよ。だからさっき僕がサラサラと書いた単純な、そのなんだ、素体じゃないや、骨の単純化したやつね。これね、これね、これですよ、僕の書いたやつ。ほら、ん、なんか似てるし、あ、なんかこっちの方がさすがうまいなってか、ちょっと違うけど。なんかあれだね、ナウローディングになってるね。大丈夫？ちゃんと見れてる、みんな。これね、今僕が書いたやつね、うん、のもうちょっと単純にしたやつね、うん、で、簡単に言うとこの上に服着てるんですよ。服着てるっていうのはこの上に体が乗ってるんですよ。あの、筋肉が乗ってるんですよ、この上に。こうで、ポイントは骨がちょいちょい出てます。ほら、例えばさ、例えば、なんていうんだな、骨盤のあたりとか、この、何、鎖骨とかさ、
ちょいちょい骨が出てんのね、いろんな場所で。例えば、まあ、太ってる人とかなかなか骨出てないけど、ここは多分骨出てるよね。多分太ってる人でも。こことか、こことか。あるいは、この手でも、まあ、わかりやすいとこ、膝とか肘とか完全にある骨出てるでしょ。箇所箇所で骨出てるんですよ。その場所さえ覚えておけば、あとこの、こことかね、この骨盤ね。今度は足の書き方じゃない、この骨盤周りの書き方っていうのをちょっとアップしたいと思ってるんだけど。で、こっからこう足がついてて、で、ここを接触してて、こうなって。ね、ほら、なんか、ぽくなったでしょ。お完全になんかさっきの素体でしょ。ね。いや、俺も結構練習したな。ね、こうやって見せ物にできるだけになったんですからね。ね。お、なんか色変えると面白いね。いまいちこの本の使い方がわからない。全部模写しろ。全部模写しろ。すべてが重要。全部模写しろ。で、意味は後で分かってきます。意味は、よくね、意味はとかさ、どういうコツはとか言うじゃないですか。全部書いてあるだろうって。コツは。意味は全部書いてあるだろう。どうやったら全部模写しろ。その後考えろ、みたいな。そう、優しくない人物がってやつ。そうなんだよ。あのね、みんなやっぱさ、あの、たまに僕最近、そのツイートするのがさ、そのさ、結局さ、やっぱみんな頭で考えちゃうよね、そういう。なんか多分このネット全盛の時代だからなんだろうね、きっと。手とか体っていう方が実は上位なんですよ、人間っていうのは。この話よくするでしょ、たまに。こっちが上位で、こっちが下位なんですよ、実は。特に絵を志してる人間っていうか、絵を描く人間からしたら、実は、まず自分の手で描いてから、その後理解できるんですよ、人って。うん。頭っていうのは、そんなにみんな信用しない方がいい。自分の理解とか、分かるとか分からないとか。うん。なので、今、僕、その簡単な骨の描き方って話してるけど、まあ、せいぜいさっき僕が書いたくらいの、このぐらいの素体でいいよって。このぐらいでいいよ、とりあえず。もうちょっと足して。これをとりあえず覚えようや、みたいな。この程度でいいっす。あとは全部形を覚えてくれって。この、模写の、さっきのね。で、そのアプローチはって言うと、単純化ですよ、とかね。なんだ。囲碁式とかさ、さっき言ってたでしょ、なんか流れとかさ。それで、もうみんな、あいうえおって書けるようにして、なんか人間の体がなんか書けるようになってくれやと。なんか適当に書いてるけど。こんな感じのスピードで、人間っぽいものが書けるようになるまで書いてくれって。なんでもいいけどね。なんでもいいけどね。なんでもいいっすけど、そのあいうえおってみんな書けるじゃん。あいうえおって、俺書けないか。あいうえおって書けるでしょ、みんな。
室井康夫ってみんな書けるですかね、自分の名前室井康夫って。これなんで書けんのって、室井康夫って難しいよ漢字結構これいきなりさ外国の人に見せたら書けないっすよ。これはみんな自分の名前をいっぱい書いたことあるから、そう漢字の練習と同じ。子供の頃さ、あい、あーってさ、小学生の時ずっと書いたじゃん、あのあれで。いーって。たまにさ、小学生とかのさ、ノートとか見ると、ちょっと驚愕しますよ、みんな。おお、こんなことやってたんだって。ちょっとびっくりするでしょ。だけど、あれが一番ね、勉強になるんだよ、結局。小学校とか中学校の勉強が最高にいいんだよ、本当に一番正しい勉強なんです本当にそうそう。で徐々にその、なんだろうな、効率よくとかさ、頭よくとかさ、みんなそういうこと考えちゃうじゃん、なんか効率よくとかさ、頭よくとかさ、なんかそれがだんだん間違いなんだよね。その延長線上に絵はないですね、やっぱ。うん、ただしこのあーって書くときもさ、適当にあーって書いてたらさダメだから、さっき言ってた圧力を加えましょうと。あ、もういろんなあがありますよみたいな。ずっとあって書いてる人とやっぱ書道を習ってる人、俺うまくあって書けないけど頑張ってあって書いてる同じあでもさ、ずっと書道を習ってる人のあとさ、やっぱそうじゃない人のあって全然違うでしょ、わかんないけどうまく書けないけどね、それと同じで、意識して自分で課題を持って書くみたいな、うん、その時に、まあ、アニメ主塾で言ってるようなこととかね、なんかそういうのを意識しながらね、あんまりうまくなんないんですって人は同じ、なんかある意味やけくそでイーってなんか書いてるのと同じだよね、子供の頃同じで、まあ、もうちょっと難しいかなって気がしますよね、 N 場合はね。なんだけど、なんとなく人間の形ってこんなもんじゃないっていう、大きくさっき言ってた比率を間違えない、適当に書いても間違えないね、この長さとこの長さ大体合ってるとかね、ここがこう負荷になってここがって大体合ってるでしょ、そんな変じゃないでしょこれとかね、そういうまで書いてほしいんですね。その自分の体でだいたい比率が合うなみたいな、だいたい比率合うぞみたいな、大きく間違えないぞみたいなところまで書いた上で、何の話だっけ、簡単骨格の話か。簡単骨格はだからルーミスのやつ勉強してねっていう話ですね。でその部分が骨が出てたりする部分があるよって。どうだろう、あと12分で骨盤の話できるかな、ちょっとやってみましょうか。骨盤の話ちょっと俺もそんなうまくないんですが、骨盤ってねどうなってるんだっけな、今の単純な形で言うとこんな、ちょっと今一応まず真摯に、こういう時はですねちょっと真摯に、骨盤と今検索かけて骨盤を調べました。骨盤ね。ちょっと骨盤調べてます。ほうほう、あ、そんな間違ってないね。こうなって、こうなって、こうなって、なんかこんなになってんね。で、ここがこう開いてて、で、ここから尾底骨になってて、こうなってんのか。これみんなネットで調べれば普通骨盤って出てくるからね。で足がここからこうつながって、こうなってんのか。 あれ止まってる、配信終わっちゃった、もう一回配信しますか。
あれ大丈夫か、見れてる、ごめんごめんなんか今別のやつ見てたね、ごめんごめん。こんなのね。でこっ方もかけるまで模写しかない、いや単純な形でいいんじゃないの。あ、今ねなんかね一個前の放送を間違って開いてたみたいで、放送終了になっててあれって思ったのねあれ俺のテンションが乗りすぎて10分っていう時間が今1秒になったのかと思ってびっくりしたまあやりますね。で、あのまあこのぐらいの形になってるわけですよ皆さんね。そう、時を超えたで、まあこんなんなんだけど、まあとりあえずさ、とりあえず僕はこのぐらいに考えてます。このぐらいの形のものとして捉えてます、これを。で、だいたい足がここについてるんだよねって。足の付け根ここです。で、こっから動いてるんで、足って結構、まあ、まっすぐ描くと、まっすぐ描くと、いや、僕も描けないですよ。台なんとかの骨がこうなってましてなんて、僕描けないですよ。さっきレベルのものしか描けないですからね、だいたい。ああ、そういえばこうなってたっけぐらいの。あ、ここ2本骨あんのはわかるけど、さすがに。手は、ここ、何？手もね、この足も先が2本になってんすよね、こう、手の場合は肩があって、その後のここが2本なんですよ、骨が。ここ1本でこっちは1本ね、こっちは2本になってんのね。それだけちょっとポイントかな1本2本みたいな。あれさ、あのみんなケンタッキーフライドチキンとか食わないあれでさ、みんなさ手羽とかさ、1本になってて骨が2本になってないわかんない、わかんないかな骨、あ、1本になってる、あ、2本になってるってさ、なってないあれね、あれと同じで、このこことこの部分とこの部分は骨2本で、ここは1本1本ねまあそれぐらいの知識ね、うん、あとそうだな、このぐらいの形から、あ、骨盤の話に戻るけど、このぐらいの話からいくと、足ってのは結構ね、こっから起点にして曲がるんだよね。だからよくなんつうの、こう体をさ前にこう前屈ってやつね、前屈状態でさ、体が柔らかい人はさ、こう前屈できるじゃないですか、こう。わかる？前屈ってか、足開いてさ。それは、この骨盤のここから稼働してるからね、こう。これがあんまり描けないよ、みんな。で、ここどうなってるかっていうと、こう、股がここ。だ、股間ここでしょ？こういう風になるなっていうのはなんかわかるでしょ？みんな、そうそう、みんな足って結構自由に動くんだぞっていうのを結構わかんないんですね。まあこう上にも上がるし、ねじれる、ねじるっていうのも多分限界なんだけど、こっちにはあんま行かないな、ここは行くかな。とにかくこの足って自由にこう自由にいろいろな形になりますんで、上に上がるとか、もちろんその人の体の柔らかい硬いとかキャラクターにもよるんだけど、何にしてもここから動いてるってことをちょっと分かればいいです。ここからっつうのはここね、ここね、ここから動いてんだよって、うん、それだけですね、うん、そうであとね、よく難しいのがですね、こう、手のつき方、こういう手ね。手は、なんつったらいいの？こういう形してます。ずれてますね。
自分の手、てかほとんどの人間の手がそうなってると思いますよ。なんだろう、何も考えないで、あ、そう、この話しようか。何も考えないで、とにかく形をそっくりに描いてくれって僕言うでしょ。そんなゴム体な、みたいな。なんか教えてくださいよ、みたいな。で、その理屈っていうのはですね、例えば、こういう手、この手ね、この手一本にしておいて、ね、この手一本ね、この手の一本ね、これね。見ると、これね、難しいのは、ずれてんですよ、軸がどんどん。まず、ここでずれてます、こう。次、ここでこうずれてます。これなんか、アニメシュープのツイートで、なんか、ずらしてかけ的なこと言ってたよね。こうなってんですよ、骨のつき方が。そう。ここずれてるでしょ。手。ずれてるね、ここ。え、みんなの手もずれてるよ。俺の手とかにもずれてるわけじゃない、これ。俺の体がおかしいわけじゃないですよ、これ。きっと。いや、俺の体だけかもしれないけど、これね。こうなってんのね。で、これが、こう、手がここにこう、とかね、こう、何か圧力を加えた瞬間、あ、自分でさ、こう、ついてみて。こう、自分の、こう、テーブルっていうか、机とかこう押さえてみて、全部浮かないで、どうしてもここ浮くから、ここが浮くんだよ、ここが浮くの。どうしても浮きます、ここが。こういう風になるから、ここぴったりつけると、ここ隙間できちゃうから、ここどうしても。そう、これは骨の構造上こうなってるんですよ。そう。そう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 。で、実はこのズレがね、ズレが、足にも今度あります。足も、なんじゃこの形って難しくないですか、なんかこう。実は手と足の構造は似てます、すごく。まあ元々のその生き物的な意味なんでしょうね、きっとね。足もこれね、足も難しいでしょ、こうなってここでずれてますよね、なんかね、ずれて、で最終的にまたここでずれてるんだ、これで、ほら、ほら、ずれずれずれみたいな。そう、で、これをこう繋ぐとなんかっぽくなりますよ。かっこいい。なんだか。リアルっぽい。で、なんだっけ、この、ここの骨ね、こうずれてますから、こういうふうに。こっちが上。内側が上。外側が下。ん？くるぶし？なんつうんだっけ、ここ。こう、こんなのがずれてるでしょ、なんか。ほら。これもほら、あれ？なんか見方によっちゃちょっと手に見えない？くるぶしね、手に見えない、ほら、なんかさっきの手と似てるでしょ。実は手と足すごく似てますよ。なんだけど、こんな理屈さ、はい、じゃあ明日から皆さんこれ書けますね、はい、書いてくださいって書けますか。明日からみんな書こうねーっつって書ける？書けないっしょ。まあ今日、ああそういう話なんだって、まあ一応一回インストールっていうかね、理屈はまあ一回入れるのは悪くないんですよ。別にこういうのじゃあ見るなって話じゃなくて、ずっと家でね、まあみんな家にいるか、ずっと引きこもって書いてるやって話でもなくて、まあこういう動画も見るのもいいんですよね。こういうの、ああそういう理屈あんのねっていうのは一回覚えて、で、だから自分の脳みそをまっさらにして、なるべく足っていうものが自分でどうなってるかを考えないで、もやーっとこの形をひたすら追うんですよ、頭の中で。どうなってんだろうこれみたいな、とか思いながらね。あ、こんななってんの、なんでこれなんかこう、ずれてんだろういつも、みたいな。なんでずれてんだろうってずっと考えて書いてほしいのね。あれ、なんでずれてんだろうみたいな。なんかずれてんな、全部みたいな。あれ、でもなんかとりあえずこうなってんな、みたいな感じで、ずっとそんな感じでね、いっぱい書けばいいんですよ。で、そして、僕の話とか、あるいはね、僕の話なんかどうでもいいんですよ。その、もうちょっと上手い人の話ね。上手い人の話、ジャックハムとかルイミスとか、もうちょっと別の人体の骨格の話見ると、あ、だったんだ、そうだったんだっていうのを、その時さらに、これをただ見てもダメだよ。見てもわかんないよ。
見ても分かんない、これを全部模写してようやく分かるんですよ。分かります？これをさらに模写しなきゃダメだよ、書いてあるし、いろいろこれを模写してようやくそこまで分かるんですよ。ああそうだったのかってっていう後から理解は進んでいくってことですよ。なんで両方やりましょうねっていうことですね。あと 10秒。じゃあ次なんか別の話します。じゃあお疲れ様です。